どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は JFK 国際空港に来ております。これね、これからね日本に帰るんですけども、今回はですね、エアフランスのラウンジを紹介したいと思います。今回はねプライオリティパスで入れるラウンジとなっておりますので、これから利用されようという方でぜひ参考にしてみてください。それでは行きます。それではね、エアフランスのラウンジに来ました。ここはプライオリティパスで入れるということなので、これから行ってみたいと思います。アクセス、はい、中に入ることができました。こちらのラウンジは、プライオリティパスで入れるラウンジで、こんな感じとなっているんですけども、夜の11時からしか入れないので、ここだけ気をつけていただけたらなっていうことで、私もね、あと15分ぐらいで搭乗時間になるので一周だけねして、戻りたいと思います。ハーゲンダッツもいましたね。アルコールもね、ビールからウイスキーとかもありますね。ハーゲンダッツですね。ハーゲンダッツです。残り少ないですけど、ハーゲンダッツです。すごい。これ食べ放題ってすごいですね。一応2階もあるみたいなんで、2階も見てみたいと思います。2階は入れなくなってますね。この時間は2階開放してないみたいですね。ということはこれで終わりということですね。いかがだったでしょうか。今回ちょっと短いんですけども、JFK 空港第1ターミナルのプライオリティパスで入れるラウンジ、エアフランスのラウンジをね紹介させていただきました。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。